ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。決めた。私は、修行のために山にこもるわ。おい、アニメ飲みすぎだろ。登山の経験すら全くないのに、山を舐めていたら危険だぞ。登山なんて、みんなしているし、暖かくなってきたし春とか夏なら全然大丈夫でしょ。その考えで亡くなってしまう人がたくさんいるんだ。そうなの？冬じゃなければどうにかなると思ってたわ。季節だけの問題じゃない山ではいろんな条件が重なり、悲惨な事故につながりかねないんだ。それじゃあ今回は、山の悲惨な事故について、いろんな視点から考えさせられる事故を一気見で解説するぜ。山の危険さがわかるから、しっかり教訓にしてほしい。ちょっと怖くなってきたわね。でも、覚悟して聞くからよろしく頼むわ。今回は、トムラウシ山遭難事故、について解説するぜ。ツアーガイドを含む登山者8名が低体温症で死亡した事故で、夏山の山岳遭難事故としては近年稀に見る数の死者を出した惨事となったんだ。ひぃ、恐ろしい事故ね。トムラウシ山、というのは、あまり聞いたことのない山だわ。トムラウシ山、は北海道のど真ん中にある大雪山系の山だぜ。北海道の山なのね。ってことは、語源はアイヌ語かしら？ああ、アイヌ語で、花の多いところ、水垢が多いところ、もしくは緑色のもの一種が群生するところ、って意味だ。また、地元では昔から、カムイミンタラ、つまり、神々の遊ぶ庭、として崇められているぜ。水が流れていて、花がたくさん咲いている、神様の遊ぶ庭、さぞかし美しい景色の山なんだろうね。そうだな。トムラウシ山は、日本百名山の一つにも認定されているんだ。春から夏にかけては色鮮やかな高山植物が花開き、また山頂からは周囲の山脈や沼などがよく見渡せるぜ。絶好の登山スポットね。だが一方で、遭難事故も何度か起きているんだ。2000年代に入ってからも、なんと3件の死亡事故例が報告されているんだが、そのうちの一つが、今回紹介するトムラウシ山遭難事故、だぜ。かなり最近の事故なんだね。どんな事故だったの？2009年7月16日、夏場に起きた事故だ。中高年のグループ18人、うちガイド3人を含む登山客らが天候の急変による低体温症で遭難してしまったんだ。結局、ガイド1人や他の単独登山者1人を含む合計9人が、この時に亡くなったんだぜ。これは、夏の山岳遭難事故としては近年稀に見る死者数の多さとして知られているな。夏場なのに低体温症？一体どういうこと？うむ。その謎を解くために、まずは事件の経緯を簡単に紹介していくぜ。よろしくお願いするわ。2009年7月、ある旅行代理店が主催した旅行企画で、トムラウシ山を含む山々を2泊3日で縦走する登山ツアーが実施されたぜ。自分たちで計画して山を登ったんじゃなくって、登山ツアーが開催されて、そこに参加したのね。そういうことだ。参加客は15人で、うち男性が5人で女性が10人だった。ちなみに下は55歳、上は69歳と、いずれも比較的高齢の方々だな。加えて、会社側からはメインガイドが1人、添乗員兼ガイドリーダーが1人、サブガイドが1人参加していたぜ。このうち、メインガイドを除いたガイドリーダーとサブガイドの2人は今回の登山コースが初めてだったんだ。なるほど、ガイドのうち経験者は1人だけ。参加者も高齢だし、ちょっと不安な感じがするわね。同年7月13日、一行は北海道の新千歳空港に集合、宿泊先の施設へと向かったぜ。この宿で、ガイドの3人は翌日の天気予報をチェック。この時、登山コース経験者であるメインガイドは、明日はともかく、15日、16日は天気が崩れるだろう、と予測していたんだ。え、事前に分かってたのに山へ向かったの。まあ、ちょっとやそっとの雨風でいちいちツアーを中止していたら、採算も取れないしな。そういうものなのね。嫌な予感しかしないけど。翌朝、7月14日の早朝5時50分一行は予定通り出発、山頂を目指すんだが、途中で体が持っていかれそうなくらいの強風が吹いたり、登頂後に体調を崩した逃亡式参加者が嘔吐したり、食欲がなく水分補給くらいしかできなかった参加者がいたりと序盤から決して順風満帆な運びではなかったんだ。幸先が悪いわね。そこで登山初日の夕食後、スタッフ3人による打ち合わせが行われた。翌日の天気予報では、午後には寒冷前線が通過して天気が悪化するということだったので、翌日の出発時間を早めることにしたぜ。
山の天気は崩れやすいし、寒くなる午後は避けて、早めに予定の場所まで向かおうってことね。そういうことだ。その翌日の7月15日、天候はそれまでとは一変。朝から大雨が降っており、それが時間経過とともに悪化して、一部の登山道はまるで川のようになっていたぜ。言わんこっちゃないわね。小屋を出発した一行だが、やはり悪天候への対応に苦戦して、避難小屋に立ち寄って休憩することにしたぜ。だが、小屋の中は雨漏りだらけで、十分なスペースもなかった。もちろん濡れた装備を乾かすこともできず、ずぶ濡れの寝袋にくるまって横になるくらいしかできなかったんだ。そんな環境じゃ体も休まらないわね。そうだな。衣服や寝袋が濡れていたせいで、ろくな睡眠を取れなかった参加者もいたぜ。さて、翌日の7月16日、登山3日目だな。記録ではこの日が事故当日だ。ああ、ついに来てしまった。一行は午前5時に出発予定だったが、天候はさらに悪化していて、雨と風が強かったために、小屋の中で待機を強いられていたぜ。ガイドらは天気予報などを確認した上で、午後から天気が良くなると見越して予定の時間を30分遅らせた上で出発を決定したんだ。しかし、この頃から、参加客からも不安の声が上がり始めるぜ。そりゃそうよ。そんな天候で登山なんて不安しかないわ。結局、出発時刻となった午前5時半、ガイドリーダーが今日は迂回コースに進む、と全員に伝えたぜ。無理に山頂を目指すのは危険だから、登山するにしても安全なコースに迂回しましょう。ってことね。ああ。しかし、それでも登山は難航。慣れない登山用装備の装着に手間取って時間をロスしたり、一部の登山客の歩行が遅れ始めたり、ただでさえ岩場で足元がなかなか安定しない中、風速20から25メートルほどの強風を受けて転ぶ人が続出したりしたぜ。当然ながら、予定していた地点にたどり着くまでに想定の倍近い時間がかかったんだ。いやこれもう早めに諦めて、全員の安全を確保した方がいい気がするわね。そして、午前10時頃のことだ。トムラウシ山には、北沼と呼ばれる沼があるんだが、これが大雨の影響で増水し、溢れた水が川を作ってしまっていたぜ。ちなみに川幅は約2メートル、水深は膝の高さくらいまでだったそうだ。一行は、ルートの都合上、この突然発生した川を横切る必要があったんだ。ついてないわね。ただで最初思うしてるのに。さて、メインガイドとサブガイドが川の真ん中に立って、参加客を橋渡しするような形で手助けして、一行はどうにかこの川を渡り切ったんだが。渡り切ったんだが、サブガイドが客を支えている間によろめいて、川に転倒したことで全身がずぶ濡れになってしまったんだ。さらに、他の全員の参加客が渡り切るまで多くの参加客は吹きさらしの場所で待機することになったせいで、結果として全員がずぶ濡れになってしまったぜ。雨と風が吹きさらす中で、全身ずぶ濡れって、嫌な予感しかしないわ。その予感は的中するぜ。その後、このずぶ濡れが原因となって、参加者のうち1名が低体温症に陥ってしまったんだ。低体温症？どんな症状が出るの？山における低体温症の主な症状は、初期の段階では、体の震えから始まって、だんだんと歩行が遅れ始めるぜ。やがて、体がふらついてよろめいたり、唐突な眠気を感じ始めるんだ。体へのダメージは大きそうね。それが激しくなると、今度は震えが止まる代わりに意識が朦朧として、その場に直立することさえも難しくなる。そして、そのまま昏睡状態に陥って、最終的には心肺停止状態になるぜ。恐ろしい症状ね。低体温症については後で詳しく解説するぜ。さて、この低体温症に陥った参加者だが、やはり歩行困難となって、次第に意識が薄れていったんだ。この時、ガイドらが懸命に体をさすって温めたり、声をかけたりしても、もう身体反応はゼロに近かったぜ。ひぃ。またこの頃から、他の参加者の様子もおかしくなっていったんだ。寒さを訴えて叫び始める参加者や、嘔吐して奇声を発する参加者、あとは、これは遭難だから、正式に救援を要請しろ。とガイドに怒鳴って詰め寄る参加者もいたぜ。不安になってもおかしくない状況よ。結局、ガイドリーダーと歩行困難になった参加者2人をその場に設置した簡易テントに残して、他のメンバーはそのまま先に進むことにしたぜ。阿鼻叫喚じゃない、他のメンバーは無事に進めたのかしら。いや、この簡易テントを離れてすぐ、参加者1人が意識不明、また2人が歩行困難状態に陥ってしまったぜ。さらにこの3人に加えて、
付き添いで残ることになった参加者一人とメインガイドを加えた計5人が、その場に留まることになったんだ。いやもう本当に無理だって。合計で7人も離脱してるじゃない。他の人たちはどうしたのよ。残された10人の参加客とサブガイドは、そのまま下山を続行したんだ。だが、彼らもやはり万全な状態とは言い難かったぜ。疲労困憊に加えて、低体温症の症状のために足取りが遅れて、列からはぐれる参加者が出てきたんだ。しかし、サブガイドは遅れた参加者を待つことなく大急ぎで進んだから、参加者同士の距離がどんどんと離れて、全員がついてきているか確認ができない状態になってしまったぜ。ええ。どうしてサブガイドはそこまで急いだのよ。サブガイドのすぐそばにいた参加者は、どなたもついてきていませんよ。待ってあげなくていいんですか?と、念のために声をかけたんだ。しかし、サブガイドは早く下山して救助を呼ばなきゃいけないから待ってられない、と言って、ペースを緩めることなく、後方の参加者を待たずにそのまま歩き続けたぜ。冷静さを失っている感じがするわね。こうして参加者同士が完全に分断されたせいで、状況はさらに混沌としたぜ。気力と体力が尽きてその場に座り込む者、意識朦朧として道端に倒れ込んでしまう者、彼らを助けようとして付き添う者、助けたいが無理をしては共倒れになる、と判断して一人歩き出す者、などなど、各自が思うがままに行動したんだ。もう無茶苦茶ね。こんな状況の中、この日の夜23時から翌1時にかけて、4名の登山客がそれぞれ自力で下山することに成功したんだ。彼らの報告と、山中からの救助の連絡を受けて警察や消防署の署員らによる捜索登山が開始されたぜ。そして翌日の昼前には、行方不明となっていたガイドとツアー参加者の全員が発見されるも、多くの参加者は意識不明の状態に陥っていたぜ。悲惨な状況ね。そして、そのうちのほとんどがそのまま帰らぬ人となってしまったぜ。結果、メインガイドを含むツアー参加者8名、またツアー関係者以外の単独登山者1名の遺体が発見、収容されたんだ。今回の事故の要因になった低体温症ってどういうものなの?体温が下がっただけで歩けなくなったり、意識不明になったりするものなの。じゃあ、低体温症について詳しく説明するぜ。そもそも、低体温症というのは、深部体温が35度以下の状態を指すぜ。深部体温、体の表面や指などではなく、脳みそや心臓など、生命を維持している重要な器官の温度のことだな。ちなみに、平常時の平均的な深部体温で言うと、肝臓が 38.5 度、直腸が38度、舌先が37度くらいだぜ。なるほど、体の内側の温度ってことね。これを下回ると、体に様々な影響が出るんだ。例えば血行不良や血圧の上昇、食欲不振や消化不良、体力の低下、あとは意識や集中力の低下、代謝や免疫力の低下などだな。脳や内臓が冷えると、機能が低下しちゃうのね。そういうことだ。人間の体は、適切な体温を保った状態での稼働を前提に作られているからな。これが登山中に発症した場合、先ほども話した通り、体の震えや歩行困難、急激な眠気からの意識消失、といった形で症状が現れるぜ。ちなみに、この低体温症は当然ながら深部体温が下がれば下がるほど重症化していくんだが、登山中はこの重症化までの速度がとても速いんだ。え、どうして?いろんな要因があるぜ。そもそも登山中ということで、肉体は慢性的に疲弊している。あと、山は天気が変わりやすいから、気温の変化に気づくのも遅れがちだ。そして、暖を取ろうと思っても、都合よく周囲に小屋があるとは限らない。そうこうしているうちに、じわじわと体温が奪われていくぜ。山ではちょっとでも判断が遅れたら最後ってことね。だが、今回の事故は低体温症にかかってしまったから運が悪かった、というものではないぜ。亡くなった方は全員低体温症だったのに。そもそもどうして低体温症による死亡事故を防ぐことができなかったのか、という話だぜ。確かに言われてみれば、天気予報の確認時とか参加者が、そうなんだから救助要請しろ、って言った時とか、分岐点はいくつもあったわね。そういうことだ。亡くなった方々の直接の死因は低体温症だが、事故そのものの原因はそれとは別にあるぜ。これについては、運営側の判断ミスや過失があったといろんなメディアでも追及されているんだ。例えば、どんな判断ミスがあったの?一番最初の判断ミスは、ガイドの選定についてだな。そういえば、ガ
ガイドの3人中2人が今回の登山コースについては未経験者だったわね。しかも、このガイド同士も面識がなく、登山前の事前の打ち合わせなどもなかったぜ。これが現場での連携不足につながってしまったんだな。よく知らない道を、よく知らない相手と一緒に、しかも安全を守りながらなんて、いくらなんでも無茶ぶりよ。また、このガイド同士の連携不足のせいか、ガイドは参加客に対して適切な指示を飛ばすことができなかったんだ。例えば、寒くなってきたんで、この種類の防寒着を着てください。とかな。他の誰かが言うだろう、ってことだったのかしら。そうかもしれないな。また、登山ツアーの運営元は一応は、現場では安全優先、を伝えてはいたものの、実際の現場は、経済優先、で回っていて、職員たちにもプレッシャーがかかっていたぜ。確かに参加者が救援要請を求めても、聞き入れられずにツアーが続行されていたわね。このため、ガイドらもなかなか安全優先策に踏み切ることができず、結果として迂回の決断が遅れたり、天候判断のミスが生まれたりしたぜ。安全優先は掲げられているけれど、本当に安全を優先させて企業に損失が出ると叩かれるやつね。また、そもそもガイド及びツアー参加者全体に登山における低体温症の危険性の認識が不足していた。ってのもあるな。やっぱ譲って参加者は認識がなくても仕方ないけど、運営側には把握しておいてほしいわね。事故後の顛末だが、まずはこの登山ツアーを運営していた会社についてだな。救助活動終了後の翌日、7月18日に業務上過失致死の疑いがあるとして、北海道警察が会社の営業所に家宅捜索に入ることになったぜ。会社側の安全管理が問題だったってことね。そういうことだ。また、後に観光庁の立ち入り検査なども行われて、いくつかの旅行業法違反事項などが発覚したぜ。具体的にどんな違反があったの？今回のツアーで安全確保のための必要な計画作成などを怠ったこと、旅行業務取扱管理者、という絶対に必要な役職を長期間配置していなかったこと、などだな。などってことは、違反の数は一つや二つじゃなかったのね。ああ、そういうことだな。その後、この事故について、北海道警察はかなり慎重に捜査を進めて、8年越しとなった2017年の年末に当時の会社社長とガイド3人、うち1人死亡、が業務上過失致死傷の疑いで書類送検がされることになったぜ。ただ結局、嫌疑不十分で不起訴となっているんだ。ルール違反はしてたけど、事故の責任がこの人たちにあるとは言い切れないってことね。そういうことだ。だが、事故から約3年4ヶ月後、2012年11月に行った中国の万里の長城に向かうツアーでも3人の死者を出す遭難事故を起こしたため、結局この会社は2012年12月に旅行用の登録を取り消されてるぜ。ひどすぎるわね。最後にこの事故から得られる教訓と対策だが、言うまでもなく低体温症の危険性を知っておくことだ。でも山登りをしない人に注意を呼びかける必要があるの。低体温症は登山中だけに起きるものじゃないぜ。え、そうなの。日常生活の中でも、低体温症に陥るきっかけはいろいろあるぜ。特に夏場は、クーラーのかけすぎとか、汗を大量にかいて放置した結果、体温をどんどん奪われてしまう、など、気づかないうちに低体温症になってしまうケースが多いんだ。夏は熱中症に注意が行きがちだけど、寒さにも気をつけないといけないのね。その通りだ。現に今回の事故は夏に起きているしな。実は発症者数で言うと低体温症と熱中症の患者数はあまり変わらないぜ。え、そんなに多い症状だったの？ああ、お酒を飲んで泥酔して、その場で寝てしまって体が完全に冷え切ったりとか、原因は様々だぜ。ちなみに凍死は低体温症による機能不全が死因だぜ。低体温症から身を守る術はないのかしら？もちろんあるぜ。まず、普段から体温の下がりにくい体づくりを意識するのが大切だな。適度に体を動かして、規則正しい生活を心がける。夏場だからといってシャワーだけで済まさずに、ちゃんと湯船に浸かる。あとは、食事で言うとニンニクや生姜、ネギ、卵や大豆など、体温を保つ食べ物を意識的に摂るのも効果的だぜ。なるほどね、参考になるわ。あとはキンキンに冷えたジュースとかアイスを好んで食べる人は要注意だぜ。内臓にとって冷えは大敵だからな。あとはやっぱり、高齢者は低体温症になりやすいから、体の震えや寒気が収まらない場合は無理せずに救急車を呼ぶといいぜ。普段からの注意が必要ね。というわけで、今回はこれくらいで終わりにするぜ。
今回は長野県八ヶ岳南部の阿弥陀岳で起きた学生の遭難事故を紹介するぜ。ってことは、登山中の遭難事故か？遭難してしまったのは、当時学習院大学の山岳部に所属する学生たちだ。今回の登山では、山中に数泊しつつ複数の山々に挑む予定を組んでいたが、学生の登山って言うとさ、どうしてもこう、経験不足ゆえの判断ミスだったり準備不足がたたって、みたいなストーリーを想像しがちだけど、後で詳しく説明するが、今回の事故はそういうイージーミスから生まれた悲劇って感じじゃないな。むしろ、山の状況を読むことの難しさを知らしめる一例になったというところだ。事故に遭った人たちのミスとかじゃなくって、条件がハードモードすぎたと。そういうことだな。それでは早速事故の経緯から触れていこう。2015年2月7日、長野県は茅野市にある八ヶ岳連峰に、学習院大学山岳部のメンバー5人が入山した。事前の登山計画書によれば、日程は11日までの4泊5日。道中のベースキャンプを経由しつつ、期間中に複数の山稜を制覇する予定だった。大学生の部活動ってことは、顧問とかはいない感じ。うむ、大学生のサークルや部活動は高校までのそれとは違うからな。教員が顧問職についてはいるものの、形式上に過ぎないってパターンも多く、活動に関与しないケースも多くある。当時の学習院大学の山岳部にも、大学の教授が部長としてついてはいたが、入山したメンバーはいずれも学生だったぜ。大丈夫なのかな？いくら大学の活動は自己責任とはいえ、年齢で言うと成人したてかそれ未満じゃない。しかも2月って言うと、まだまだ寒いと思うんだけど、それを学生だけで登るって大丈夫なの？心配するのもわかるが、それでも計画書の時点では彼らの準備に大きな穴は見られなかったぜ。装備も万全だったし、登山前には日本山岳会学生部の集会にも参加して予習するという入念っぷりだった。冒頭でも語った通り、経験不足な学生だけの登山だったから遭難した、みたいな話ではないってことね。さて、2月7日時点の天気予報では、翌日の空模様は決して芳しいものではなかった。これを受けて、学生たちは明日は予定していた山の中でも最も早く踏破できる阿弥陀岳の北稜に登り、午前中にテントに戻ってこよう、と計画する。なるほど、天気予報を踏まえた上で、早めに切り上げられる登山計画に切り替えたと。翌8日、午前3時半に起床したメンバーは、予定通り阿弥陀岳北稜に登るために午前5時頃にテントを出発する。この時点で視界は良好、天気も晴れており、悪化の予兆などは見受けられなかったが。でも、山の天気ってめちゃくちゃ変化が激しいからね。そういうことだな。午前6時を回ると雪が降り始めたので、ハーネスやアイゼンといった雪山用の装備を出すことになった。だが、この時点でもまだ悪天候というほどではなく、風も弱かった。とはいえ、こっちは後に遭難事故に派生すると知っているから、フラグにしか見えないんだけど、午前7時頃には阿弥陀岳北稜に到着し、登攀を開始するんだが、この頃から雪が少しずつ激しくなってくる。午前8時には山頂に到着するが、彼らの予想を上回るスピードで天候が悪化し始め、一行は即座に下降を開始した。山を下る間にもますます雪の勢いは増して、5から10メートル先すらもホワイトアウトするレベルだった。ここが登山の難しいところだよね。どれだけ入念かつ慎重に予定を組み立てたつもりでも、自然はそれをいとも簡単に超えてくるっていう。しかも、こうなってくると今度は雪崩のリスクも考えなくてはならない。ベテランの登山者にとっても判断の難しい状況だ。結論から言えば、彼らは本来予定していた下山ルートを間違えてしまった。数メートル先も見えないような雪山じゃ、現在地の把握も難しいもんね。ただ、この時点に至っても彼らは冷静でな。まず、ルートの間違いに気づいた時点で、それまで下っていた道を引き返し始める。あれ、また山の上に戻っちゃうの。道を間違えたと言っても山から下っているのは一緒なんだから、そのまま下に向かっていけばいいのに。いや、登山においてそれは厳禁だ。え、どうして？ただでさえ同じような景色が続いて自分たちの現在地を見失いやすい山の中で、当て水量で道を選べば、さらに取り返しのつかないレベルで迷ってしまうからな。距離感や方向感覚をなんとなくで進んでしまって遭難した、なんて例が、それこそ山のようにある。道を間違えたと感じた時には、現在地がわかるポイントまで引き返し、そこから再び正しいルートを進む、というのは、
登山初心者が最初に教わる鉄則なんだぜ。なるほどね。迷ったな、と思った時に大事なのは、早く降りること、ではなく、現在地を確定させること、だと。ただ、結局その日のうちに元いた地点にまでたどり着くことはできず、18時頃にビバークを開始することになる。ビバークって？予定通りに下山ができなかった時に、山中で緊急の野営を行って夜を明かすことだな。日が落ちて視界も悪く、また疲労も積み重なった状態で無理に動いても、かえって状況を悪化させてしまうかもしれないだろ。だから、今日中の下山は難しい、と分かった時点でテントを張って、翌日の登山再開に備えるんだよ。はぁ、なるほど。これは確かに冷静な判断だね。それにしても、登山って本当に先人の培ったノウハウによって成立してるんだなぁと実感するよ。さて、彼らは携帯食料やお湯を口に入れて体温の確保とスタミナ回復に努め、軽い睡眠をとるなどして夜を明かした。翌朝7時に行動を再開した時点では、天気は再び晴れており、風もほとんど感じないほどに収まっていた。ビバークの判断が功を奏したね。だが、この日もやはり午後1時を過ぎたところで天気が急変する。太陽が雲に隠れてしまい、風も強くなったことで、急に肌寒くなっていった。うわぁ。山の中で体温を失うリスクについては、過去の動画でも散々学んだよな。単純に凍傷や体力の低下も厄介だけど、低体温症になってしまうと、思考力が低下したり体が動かなくなったりして、最終的には内臓が機能不全を起こして命を落としてしまうんだよね。そんなピンチの最中の午後3時半頃、メンバーのうち1年生女子の登山靴が脱げかけてしまうという事態が発生。履き直すまでの間、全員が足場の悪い場所で立ち往生してしまうというトラブルに至った。そしてここが、今回の事故の分岐点となった。分岐点？ただでさえ気温の低い冬の山で、足場も悪い中で立ち止まっているというのは相当なリスクだよな。ああ、ずっと歩き続けていないと体温も上がらないもんね。そこで、山岳部の首相は次のような判断を下した。自分と1年生女子を除く3名は、このまま引き続き山を登り続けるように。自分は首相として1年生女子に付き添い、彼女が登山靴を履き直すのを待ってから2人で後を追いかける、とな。なるほどね。言い方は悪いけど、全滅のリスクを回避したってことなのかな。そういうことになるだろう。全員でその場に留まっていては、余計な体力を消耗してしまうリスクもあるからな。そして、これが3名の山岳部生徒と首相、1年生女子との最後の別れになってしまった。ああ、そんな。先行した3名も自分たちが登るのに必死で、なかなか立ち止まって後ろの様子を確認する余裕はなかった。ほんのわずかな体力の消耗さえ惜しい状況だもんね。ずっと同じペースで継続して動き続けているのに、急に立ち止まったり振り返ったりするのって、意外と消耗につながるし。ただ、一度だけ振り返ったタイミングでは、首相と1年生女子は行動を再開したように見えたとのことだ。3名はそのまま自分たちのペースで下山を続け、18時にようやくベースキャンプへと戻ってきた。しかし、それからどれほど待ち続けても、首相と1年生女子が戻ってくることはなかった。先に戻ってきた側も、山に残してきた仲間たちを思うと胃が痛いだろうな。ベースキャンプ到着から1時間半ほど経過した19時45分、先行して下山した3名は登山本部に連絡を取る。23時には長野県警への救助要請があり、この時点で正式に遭難発生ということになった。さて、改めて2名の遭難の情報が行き渡ったことで、翌日2月10日には早朝から捜索活動が開始された。捜索には警察のほか、山岳部の OB と部員を合わせて計17名が参加したが、残念ながら、この日には発見とは至らなかった。こういうのって、長引けば長引くほど絶望的だよね。山に残されている側の体力や装備にも限界があるだろうし。翌日11日には、県警のヘリが本来の登山ルートから大きく外れたポイントで、遭難者の所持品と思われる赤い手袋を発見。地上の捜索隊が周辺を探したところ、遭難中だった2名の遺体が確認された。辛いなぁ。2名はザイルでお互いの体を結び合っており、1.5 メートルほどの雪が体の上に積もっていた。首相の死因は多発外傷で、1年生女子については断定できないものの低体温症ではないかと推測された。多発外傷？体のあちこちに怪我をしていたってことだね。
状況から見て、誤って足を滑らせて斜面を滑落した後雪崩にあったのではないか、というおおよその経緯が推測されたが、こちらもやはり断定とはならずだ。むしろ、人目も電波も届かない山の中で、何がどうしてこうなったか、の証拠を見つけてくるのってめちゃくちゃ難しいもんね。以上、今回の遭難事故では死者2名。また先行した3名も、軽度ながら凍傷を負った。さて、いつもならここから事故の反省点や事故後の影響などについて言及していくところだが。でも、今回の遭難事故で言うと、事前の準備や計画に大きな穴はなかったって話だったね。一点の瑕疵もない、というと嘘になるが、かといって細かい点をつついていっても結果論にしかならないんだよな。例えば、もっと早く道の間違いに気づいて引き返すべきだった、とか言ったとして、それはその通りだがそれができや苦労はないわけで。なるほどなぁ。また、今回の遭難事故の報道において、体力や経験で劣る一年生女子を首相がかばった、ことをことさらにフォーカスするメディアが一部あったんだよな。はっきりと言葉に出すことはなくとも、彼女が足を引っ張った、ことが死亡事故につながった、とでも言わんばかりだ。その辺、実際のところはどうなの？そういった側面がなかったといえば嘘になる。でも考えてほしいんだが、参加者全員の経験や体力がぴったり同じのグループって存在するのか。それはありえないね。だろ、一方で、首相にして登山のリーダーを務めた学生が、体力や経験で劣るメンバーのカバーに回るのは当然のことだ。そして、体力や経験で劣ることは決してミスでも過失でもない。言わんとすることはわかるよ。女の子が脱落しかけたのを首相がフォローして、結果としてその2名が亡くなってしまった。これはあくまで事故の経緯であって、女の子が体力や経験に劣っていたのが原因で首相も巻き込んだ、みたいな話では絶対にないってことでしょ。うむ、代弁ありがとう。わざわざ言及するってことは、当時の報道の中にも女の子をかばって、っていうストーリー仕立てにするメディアが一定数いたんだね。しょうがないとは思うんだけどな。そういう悲劇にした方が視聴者や読者を引きつけられるからさ。ただ変に美談っぽくしたり、一年生女子の子に遭難の原因があるかのように色をつけて世にお出しするのは、なんかちょっとなと思うわけよ。気持ちはわかる。とはいえ、それは普段から過去の事故の紹介動画を作っている私たち自身にも言えることだ。今回の遭難事故に関するメディアの取り扱いを他山の意思として、今後も動画作りに励んでいきたいと思う。というわけで、今回の動画はこの辺で。今回は、大峰山高校生遭難事故、について紹介するぜ。最近、山での遭難に関する事件が続いているね。だが、今回の遭難事故は今まで紹介してきたものとは少し違うぜ。なんと、遭難した学生たちが奇跡的に生還を果たしている。しかも遭難から10日後、救助隊がこれ以上の捜索は難しい、と捜索活動を打ち切りを決定した直後のことだった。おう、一体なぜ遭難し、どのようにして奇跡の生還を果たしたのか。早速遭難に至るまでの経緯から紹介していこう。1975年の夏のことだった。当時高校生の4人のグループが、2泊3日の予定で奈良県にある大峰山へと沢登りに向かった。登山部か何かの活動かな。学生同士で設立した山岳同好会とのことだ。だが、今回の沢登りに至っては特に学校に登山計画の届け出などを行っておらず、言ってしまえば学校の許可なしに勝手に課外活動に挑んだという形になる。無茶するなぁ。このグループのリーダー格の学生はかなりの経験者でな。当時まだ若い学生ながら、六甲の難所、と呼ばれるいくつかの難関な谷を攻略しており、自分の登山技術や経験に自信があったとのことだ。残りの3人の学生は、全員登山初心者だな。ちなみに学校に届け出をしていない同好会の活動なので、監視役となる教師もいなかった。それでグループ登山は無茶だよ。さて、そんな学生4人の挑んだ大峰山脈だが、向かったのは毎年多くの登山客が訪れる小笹谷、と呼ばれるポイントだった。避難小屋のポイントも確認していたし、彼らにとってはちょっとした大人の遠足くらいの気分だったのだろう。高校生ともなれば、保護者の目の届かないところでいろいろ危ないことやりたくなるお年頃だからね。未成年で飲酒喫煙したり、アダルトサイトにアクセスしたり、そういうのと比べたらまだ健全だけどな。さて、地図を確認しながらぐんぐん道を進んでいた一行だったが、
二日目になると、地図にもない地形や滝が視界に入ってくるので、これは迷った、と自覚する。ただ、この時にはすでにかなり深くまで踏み込んでしまっており、元来た道を戻ることができなくなっていた。あちゃあ。しかも悪いことに、一日目の時点で持ち込んでいた食料の大半を消費してしまっていてな。そりゃあ泣きっ面に蜂だわ。まさか本人たちも、この後に遭難するとは思ってもいなかっただろうしね。こうなると、辛いのはリーダー格の登山経験者の学生だ。何せ、自分がこの中では責任を負うような立場だからな。あっ、嫌な予感。彼は遭難後に率先して帰り道を探そうと、無我夢中になって崖を登って、手足を傷だらけにしてしまった。これがたたってか、4日目には高熱を出して寝込んでしまう。うっわ、絶対絶命じゃん。遭難する間にも何度も激しい雷雨に見舞われ、寒さや空腹が体力を奪っていく。そのうち幻覚や幻聴さえ見るようになり、それでも生き残るために残った数少ない食料を無理やり水でかさ増ししては食いつないだ。ひもじいなぁ。持ち込んだラジオからは、自分たちの遭難に関する情報がリアルタイムで流れてくる。やがて上空に救助ヘリのプロペラ音が鳴り響くと、懸命にタオルを振り回して存在をアピールしたが、残念ながら、気づかれることはなかった。そっか、ご家族も当然2泊3日で帰ってくるものだと思ってるはずだもんね。そりゃ捜索願いなんかもとっくに出してるか。そんな日々が続いて、遭難から8日目が経過した日のことだった。ラジオから、絶望的な情報が流れてくる。それは、大峰山で遭難中の学生の捜索を本日で打ち切る、という内容のニュースだった。うわぁ。まさに絶望だわ。ちなみに、この頃には幻覚や幻聴もかなり激しくなっており、子供の声やお経が聞こえてきたり、それまでなかった橋などが見えるようになったりしていた。もう半分三途の川渡ってるじゃん。己の死を悟った4人は、誰ともなく生徒手帳に遺言を書き残し始めた。だが、その遺書を書いているタイミングで奇跡が起きた。捜索を打ち切って引き返す救助隊が、近くを通りかかったんだ。おう。今度は幻聴でも幻覚でもなかった。発見してもらうために近くに設置しておいた目印の黄色いポンチョに、救助隊のメンバーがたまたま気がついたとのことだ。こうして4人は無事に生還を果たし、そこから山を下ったんだが。え、なんか不穏な流れ。何日も行方不明だった学生たちが全員無事に生還したんだからハッピーエンドでしょ。いや、学生たちにとってはここからが第二の地獄だった。どういうこと？下山した彼らを待っていたのは、マスコミの共同記者会見だった。いやいや、何言ってるのよ。何日間もろくに飲み食いしてなかった学生遭難者でしょ。一応、健康状態を調べて命に別状はない、と判断されてからのことだったんだが。だからオッケーとはならんでしょ。マスコミからすると、その日の夕方のニュース番組までに映像を間に合わせておきたいってのがあってな。それはマスコミの事情じゃん。少しは休ませてあげなよ。取材対象に遠慮するような情の通じる業界じゃないってのはもうわかってるだろ。自殺した芸能人の自宅前からテレビ中継する世界だぞ。おう、だいぶセンセーショナルな話題に突っ込んだね今。ともあれ、そのままマスコミ都合の記者会見が深夜まで及び、そこから警察の取り調べが始まり、それが終わると今度は学校の取り調べが続いた。取り調べが死因になるわ。で、学校の取り調べが終わっても、リーダーの学生に対しては引き続きマスコミの取材が入ってな。全部が終わるとそのまま気を失ってぶっ倒れてしまった。8日間も遭難した後に徹夜の取り調べ、マジで何の拷問なの。第二の地獄はまだまだ続くぜ。まず、遭難の全容が明らかになると、マスコミは彼らを厳しい言葉でバッシングし始めた。まだ10代も半ばの高校生でしょ。確かに無謀な判断だったとは思うけど、身も心もすり減らしてどうにか帰ってきた子供に、なんでそんなひどいことができるんだろう。今よりもずっと倫理観とか緩かった時代ってのはあるだろうな。また、登山計画見届けのまま入山して遭難した、ということで、学校からは無期限の停学処分が下される。ああ。こっちはまあ予想はしていたけど、それにしても厳しいなぁ。それだけじゃない。学校はすべての部活動に対して、夏の対外試合を一切自粛するという決断を下した。は。これについては、学生4人もかなり心を痛めた。何せ、自分たちへの処罰の一環で、多くの学生たちに迷惑がかかってしまったわけだからな。いやいやいや、それは意味わからなくない。自粛ってそういうことじゃなくない。
まあ学校としても世間に向けて反省をしていますというポーズが求められていたのもあるし、反省を促すための連帯責任というのもあるんだろうな。それを言うならちゃんと手綱を握ってなかった学校の教師に責任取らせなさいよ。なんで無関係な他の学生たちが割り食ってんのよ。雑な結論にはなってしまうが、そういう時代だった、というのが全てだな。しかも、自分たちは停学処分を受けていて、家の外に一歩出ればバッシング狙いのマスコミが待ち構えている。このため、自分の足で直接謝罪に向かえず、家族が代わりに関係者に謝罪に向かう必要があった。それも別の意味で辛いよね。自分が頭下げて責められる方がずっとマシなのに、それを家族にさせてしまうっていう。とどめに、今回の救助活動には大勢の人間が関わっており、その請求がかなりの高額に及んでしまった。高級車1台ポンと買えるような値段だったとさ。へぇ。そりゃあヘリもタダで飛ぶわけじゃないもんね。こうした一連の要素に生還した学生たちはかなり追い詰められた。リーダーの学生は、当時は助からなければよかった、と、自ら命を絶つことも考えたと話している。いやぁ、救助費用や定額処分なんかは仕方ない部分もあるけどさ。連帯責任めいた全部活の活動自粛とかマスコミのバッシングなんかは、防げた悲劇でもあったでしょ。そういう人の業をひっくるめて、第二の地獄って言ったんだよ。世間を騒がせた、という謎の罪状からのマスコミの取材リンチ、本当になくなるべきだと思う。だが、この遭難事故の話はこれで終わりじゃない。最後に少しだけいい話を語って、今回の動画は締めようと思う。お、実は、この登山のリーダーを務めていた方は、その後に教職に就かれたとのことだ。またメディアの取材にも応じ、多くの生徒やメディア視聴者に自らの犯した過ちとその後について伝えている。おう、立派な人じゃない。人間である以上、間違いを犯すことは絶対に避けられない。大切なのは、同じような間違いを犯さないためにどのような対策や教訓を伝えていくか。このチャンネルで何度も言及していることだが、この人はまさにそれを実践しているわけだ。最終的にいい話で終わってよかった。もちろん、生還したからこそ良い話に結びつけることができたんだけどな。やっぱり結論としては、山を舐めてはいけない、これに終始するぜ。というわけで、今回の動画はこの辺で。今回は、八甲田雪中行軍遭難事件、を紹介していくぜ。なんか聞いたことある気がする。日本軍の失敗エピソードの中でも1、2を争うほどの知名度だからな。無謀な行軍と絶望の退却戦で数万人が命を落としたと言われるインパール作戦、と、下手したら双璧をなすんじゃないか。インパール作戦って、史上最悪の作戦、とも言われているあれでしょ。それと双璧って、一体どんな悲劇が。先に概要だけ言っておくと、日本陸軍の歩兵連隊が青森県の八甲田山で雪中行軍演習を行い、その道中で遭難したというものだ。あれ、そんだけ、なんか、インパール作戦と比べると、インパクトとしては薄いかもな。だが、この八甲田雪中行軍遭難事件は、日本の冬季軍事訓練における最大死者数を叩き出した。近代の登山史における世界最大級の山岳遭難事故、とも言われているんだぜ。ワールドレコード記録持ち。一体何がどうなってそんなことに。うむ、それでは早速事件の経緯と概要から見ていくとするか。1902年1月23日、日本陸軍第8師団の歩兵第5連隊は、青森県青森市から八甲田山の田代新へと向かう雪中行軍の演習を行った。そもそもなんだって雪中行軍の練習なんか必要なのよ。20世紀の初めに日露戦争があった、と言えばヒントになるかな。あ、なるほど。対ロシアを想定して、寒い場所でも問題なく動けるようにしておこうってことか。実際、1894年の日清戦争でも、日本軍は寒冷地での苦戦を強いられていたという過去があるからな。それよりももっと寒いロシアとの戦いとなると、事前に寒い場所での戦い方、に慣れておく必要があったってことだね。そういうことだ。単に訓練するだけではなく、実際に経験してわかる課題や、マニュアルの不備の見直しなどの目的もあったことだろう。特にこの青森歩兵第5連隊については、ロシア軍の侵攻で青森の海岸沿いの列車が使えなくなった時、人力そりで物資運搬を臨時に代用できるか、を調査する目的があった。ふんふん、チームごとに何を調査するべきか、のミッションがあったんだね。
また、同じタイミングで、雪中行軍における服装や行軍方法、の全般のチェックを任された弘前歩兵第31連隊が、別の経路、日程での行軍演習を行っていた。一方の歩兵第5連隊は、23日の早朝に青森歩兵駐屯地を出発し、行軍演習に挑んだ。こちらの隊も同様に、後述する吹雪などには見舞われたものの、事前の綿密な情報収集や厳重な防寒対策などが功を奏して、無事に演習を終えている。同じ場所で2つのチームが別々に演習を行っていたと。でもそうなんて言うと、気になるのは当日の天気だけど、出発時点では穏やかな天候だったが、第5歩兵連隊が行軍を始めて間もなく、天候が変わり始めた。ああ、そうなんで一番よくあるパターン。ちなみに、出発時には地元の住民から、やめた方が良い、との提言があった。さらに、どうしても行軍するなら案内を買って出るがどうか、との申し出もあったが、いずれも断っている。また、昼休憩時には、握り飯が凍りついて食えない、ほどの吹雪になり、体内からは、帰営すべきでは、という意見もちらほら見受けられるようになった。にもかかわらず遭難したってことは、誰か無理に推し進めた人がいるってことだね。上の人間は割と冷静な意見も多かったんだが、可視感の士気が高くてな。これは、下手に中止を決定するとチーム全体のテンションが下がっちゃうやつ。結局、暴風雪の中を乏しい装備で強行する方針を取ったわけだが、進むうちにもますます天候は悪化し、特に食料や燃料などを積んだソリの進行が思うようにいかず、全体が遅れてしまう。さらに、日没と吹雪のダブルアタックで進路を見失ってしまい、もうすでに嫌な予感。結局、ソリによる運搬は断念して各自が積み荷を持ち、路営地を敷くことになった。青森県でのソリでの荷物運搬、はかなりの課題あり、だね。だが、この路営地の設営にもトラブルがあった。なんと、あまりにも雪が深すぎて、2メートル以上も掘り進めても一向に土が見えないんだ。それは何が困るの？鎌倉を作って、その中で吹雪をしのげばいいんじゃない？地面が土ではなく雪だから、火がうまくつけられないんだよ。あ、ただでさえ吹雪の中を興奮してきたんだ。汗で体温は奪われるし、消費カロリーだってバカにならない。だというのに、暖を取るどころか、炊事で腹を膨らませることすらできなかった。酒すらも凍りつく氷点下20度の極寒で、これはかなりの痛手だぜ。ま、マイナス20度以下？北国の冬の寒さを甘く見てるだろ。鎌倉で風を防げば暖かいんじゃないか、なんてのは基本の気温がそれほど低くなければの話だ。しかも、雪合を掘ったはいいもののまともな大屋敷藁といった道具もなく、眠るどころか座ることさえできなかった。雪の中に穴を掘って、ご飯も食べずに直立不動で一夜を明かしたの。さすがに多少体勢を崩したりはできるだろうが、深く眠ってしまえば体温を一気に失って凍死の恐れがあるからな。兵士たちは軍歌の斉唱や足踏みによって夜を明かしたとのことだ。どうにか工夫をして数十分の仮眠を取ることができた者もいたし、午前1時頃にはなんとか炊けた生煮えの米が支給されたから、全くの空腹状態ってことでもなかった。それでも焼け石に水レベルだな。翌1月24日は早朝午前5時からの出発予定だったが、この悪条件で数時間も留まってしまえば、それこそ命取りになる。一行は、すでに行軍の目的は達成された、として予定を早め、帰営するべく午前2時頃に路営地を後にした。結局ほとんど休めていないまま、視界の悪い真夜中に再出発か。どれだけ訓練を積んでいるとは言っても、人間の持久力には限界がある。午前3時頃には峡谷に迷い込み、ここで本来ならば一旦路営地に引き返すのがベストだったんだが、山の中で道に迷ったら直感に頼らずに元来た道を戻る。ってのは、遭難対策としての冬の山での鉄則だよね。そして、それをせずに直感で道を進んで迷ってしまう、というのもお約束だな。ああ、もう？だいたいこれくらい進んだだろうから、こっち方向にこれくらい進めば元のルートに合流する。こういう自分の感覚で強引に道を切り開こうとした結果、さらに状況を悪化させてしまうというパターンは非常に多い。人間の感覚なんてかなりアバウトなんだけどね。特に、登山で体力を消耗していたり、もしかして遭難しかけているんじゃ。って焦っている時なんかは特に、一度来た道を戻る、というのは確実なんだが、その一方で徒労感も非常に強いから、忌避されがちというのもあるな。ともあれ、
この八甲田雪中行軍遭難事件でも、やはり一度来た道を戻る、という遭難対策は選択されなかった。というか、峡谷に迷い込んだ時点で道を戻る、選択を取ろうとした時に、自分は道がわかる、と主張する者が現れたんだよな。その道がわかる、も、果たしてどれほどの精度だったのか。結局、一行は路営地まで戻らずに進み続ける案を取って、逆にどんどんと川沿いに迷い込んでいってしまった。もう言わんこっちゃない。で、ここまで進み続けても兵士たちは疲労困憊、手足の指は凍傷を起こして、まともに動くことすら難しい状態になってしまっていた。さらに、そこから改めて路営地に引き返そうとするも、元来た道は猛吹雪によってかき消されてしまっていたんだ。つまり、この時に完全な遭難状態になったんだね。峡谷の崖を登ろうにも、悪条件と体力の限界で脱落する者も多く。さらに、このタイミングで最初の凍死者が発生して、兵士たちの士気もぐんぐんと下がっていった。隊の中からとうとう死者が出たことで、死の危険と隣り合わせにあることを意識してしまったのね。朝が来る頃には、全体の3分の1が死亡、3分の1が凍傷を負い、残る3分の1は比較的無事ではあったが集団幻覚を見るほどの精神状態になっていた。それ無事って言っていいの？ほとんど不眠不休の絶食状態で絶望的な興奮を生き残っているんだ。幻覚を見るだけで済んでいるのは、言いたかないがマシな方だろう。接合フォローにも道具を持っていた兵が脱落してしまったので、以降はずっと吹きさらしで休憩することになる。食料は相変わらずほとんど凍りついていて食べられず、それどころか方位磁石まで凍ってしまい、その後は完全に直感頼みの興奮となった。げ、コンパスまで凍って動かなくなるってどんだけ。さて、翌1月25日だ。この時点ですでに70名を超える死者、行方不明者が出てしまっており、とうとう下士官たちだけではなく、将校クラスも限界を迎えてしまう。リーダーが限界を迎えるって、これはもういよいよだね。一説によれば、協議の末にここで部隊を解散するので、あとは各自の判断で目的地まで進むか青森まで帰還するように、と命令を下したとか。いや何その地獄の現地解散。また他にも、大クラスの人間が天は我らを見捨てた、という発言を残したともされている。いや気持ちはわかるけどさ、リーダーが部隊の指揮を放り投げて、弱音を吐いちゃったら。そうだな、これまで必死に耐え忍んでいた下士官たちも、この一連の言動によって一気に気持ちが崩れてしまった。ここから部隊は、それまでの日じゃないほどに加速度的に崩壊していく。そりゃそうなるよね。冬季の遭難によく見られる矛盾脱衣を始める者や、真冬の極寒の川に飛び込んで泳いで帰ろうとする者、いかだを作ろうと銃剣の小さな刃で木を切り倒そうとする者、風に吹かれた木が揺れ動くのを救助隊と誤認して叫び出す者たちもいたな。うわぁ、怖い怖い。人間が発狂するまでの手順を丁寧に描写しないで。他にも、用を足そうとしても凍傷で指が動かずにズボンが脱げないので、そのまま放尿した結果その尿が凍りついて凍死、みたいなパターンもあった。状況が極限すぎるのよ。一方、帰営予定地ではいつまで経っても到着しない歩兵連隊を見かねて救助隊が編成されてはいたんだが、やはり悪天候に阻まれてなかなか出発できず、大人数による本格的な捜索が開始したのは28日以降からだった。結局、雪中行軍に参加した兵士210名のうち、救助隊によって生存したまま救助されたのはわずか17名となった。うわぁ、200人近くがまとめて死亡って。さらに、救助された者のうちから6人は病院に搬送後に死亡。じゃあ、最終的な生存者は11人。加えて、その11人のうち8人は、凍傷によって手や足を切断することになった。無事の生還はたったの3人か。これは確かに、歴史に残る悲惨な事故だね。さて、八甲田雪中行軍遭難事件の注目度は当時から非常に高いものだったが、後世にこの事件を題材にした小説や映画が作られると、その知名度はさらに高まっていった。大勢の軍人さんが非業の最後を遂げたエピソードだから、そりゃあ大衆娯楽の題材としては加工しやすいでしょうね。また、現在ではこの八甲田山、有名な心霊スポットとしても知られていてな。うわぁ、事件の直後から現代に至るまで、兵士の話し声や足音を聞いた、だの、大勢の兵隊が興奮している姿を見た、だの、数々の証言が寄せられている。もちろんこの手のエピソードとなると、真偽のほどは定かではないが、
なんと、八甲田雪中行軍遭難事件を小説化した作家の新田次郎氏をして、その取材中にこんなエピソードに遭遇したという。ごくり。雪中行軍の遭難事故直後、青森の駐屯地ではしばしば夜中に誰もいないはずなのに足音が聞こえる、という現象が多発した。駐屯地の衛兵たちは、雪中行軍で命を落とした兵隊たちの亡霊だ、とすっかり縮み上がってしまった。この手の怪談話って、具体的に向こうが何か仕掛けてくるってわけじゃないんだけど、それはそれとしてそこにいる、だけで怖いんだよね。この事態を見かねたとある連隊長は、駐屯地で寝ずの番をして真相を確かめることにした。すると、明け方近くなった頃、本当に兵士たちの亡霊が現れたんだ。へぇ。それ、連隊長さんはどうしたの？彼はひるまずに、次のように亡霊たちに呼びかけた。お前たちの死は無駄ではなかった。お前たちのおかげで冬の装備が大幅に見直されることになった。お前たちは戦死者と同様に、靖国神社で祀られることになったから安心して眠れ、二度と姿を現すな。ってな。うわぁ、勇気あるなぁ。そして、連隊長が軍刀を抜いて、回れ右、前へ進め、と号令をかけると。なんと、足音がどんどん遠ざかって、それ以降はもう駐屯地に現れなくなったとさ。正直、最後はちょっと作り話っぽいけど。でも、事件の規模が規模だし、この手の怪談は山のように語られたでしょうね。そうだなぁ。この駐屯地の怪談だけではなく、青森県では吹雪の夜になると、遠くから兵士の、寒い、寒い、という声や、軍歌の足音が聞こえてくる、というエピソードがよくある。バイアスもかかってそうだよね。そういう怪談がある、っていうのを知っていると、実際に似たような状況に置かれた時に、遠くから聞こえる人の声が全部兵士の声のように聞こえてしまったりとか。他にも、面白半分で作り話を広めるような輩もいるだろうからな。特に有名なのは、八甲田さんの旧歩兵第5連隊雪中行軍記念像を訪れたカップルは必ずと言っていいほど兵士の幽霊に遭遇する、ってパターンだ。カップルってターゲットを絞っているところがまた、個人的には、事件そのものを語り継ぐことは後世に教訓を残すという意味で大切だとは思うんだが、国のために神妙を捧げた軍人たちの秘話が、面白半分の怪談として昇華されてしまっているのは、なんというか、思うところがないでもない。まあまあ、気持ちはわかるけどさ。怪談だって、そのエピソードを後世に語り継ぐための手段の一つじゃない。むしろ、大衆に広く受け入れられやすいという点では効率的な形ですらあると思うよ、私は。ほう、たまには良いこと言うじゃないか。まあ、私がこの手の実際にあった事件に基づいた怪談が好きってだけなんだけどね。とはいえ、霊夢がうまい落としどころを見つけてくれたので、今回の動画はこの辺で区切っておこう。今回はドナー隊の遭難を紹介するぜ。おっと、珍しく事件の名前から内容が想像できないタイプだ。一体どんなお話なの？一言で説明するなら、遭難した開拓民の一行が、生き残るために他の人間を食べた、という事件だな。え？ドナー隊の悲劇、という別名でも知られるこの事件は、当然ながら、ひどくショッキングな内容になっている。苦手な人は、自分の精神状態と相談の上で主張することを、強くお勧めするぜ。生き残るために人間を食べた。って？一体どんな経緯でそんなことになったの？まあ焦るな。最初から順を追って説明していくからな。事件の舞台となるのは、19世紀半ば、すなわち西部開拓時代のアメリカだ。西部開拓時代？ってなんかよく聞く気がするんだけど。具体的に何かはあんまりよく知らないんだよね。ガンマンとかカウボーイなんかを取り扱う、いわゆる西部劇と呼ばれる作品だと、よくこの時代がクローズアップされるな。そもそも北アメリカ大陸ってのは、大西洋を挟んで東向こうのヨーロッパ列強国によって植民地化され、切り開かれてきたというルーツがある。ああ、うん、それはなんとなく知ってるけど。つまり、ヨーロッパからの移民が訪れて切り開いた東側と比べると、アメリカは、西に向かえば向かうほど未開拓だったというわけだ。未開拓ってのはつまり、まだ手つかずの資源や土地がたくさんあるってことになる。それに、アメリカ西海岸は天候も安定しており、カリフォルニアでは金の鉱脈まで発見されていた。で、その資源や土地を求めて未開拓の西アメリカを切り開いていったのが、西部開拓時代ってことか。年号で言うと、
教義にはおよそ1860から1890年頃までを指す。このわずか30年ほどで、アメリカ大陸は西に向けて一気に開発が進んだんだ。一方で、当時生活していた原住民たちは住まいを追われ、歯向かえば殺されるという理不尽な目にあったわけだな。アメリカの怪談とか聞くと、結構ネイティブインディアンの呪いで、みたいなオチが多いのは、自分たちが恨まれているっていう自覚があるからなんだね。で、今回のドナー隊、というのは、このアメリカ西部の未開の地を目指して東側から出発した、開拓民たちのグループだったんだ。ってことは、やっぱりその西部開拓時代に起こった話なのかな？いや、もう少し遡って、1846年に起きた事件だな。本格的な開拓に至るのが1860年頃からと見られているだけで、それより前から開拓民たちは少しずつ西側へ向かっていたんだ。ふんふん。だが、何千キロにも及ぶ大陸横断、当然ながら現代のように舗装された道を車に乗っていけるわけでもない。道中にはネイティブ、アメリカンやアウトローが物資を横取りしようと待ち受けており、また、季節を間違えれば、砂漠の乾きや雪山の寒さによって命を落とすことも珍しくなかった。文字通り、命がけの行軍だったんだね。そして、このドナー隊が犯した最大のミスは、出発の時期があまりにも遅すぎたということだ。出発が遅すぎた。彼らが北アメリカ大陸の中央部にあるイリノイ州を出発したのは、1846年8月のことだった。夏のど真ん中じゃない。つまり、間違えて真夏に出発して遭難した、ってこと？いや、その逆だ。ここから西の目的地、カリフォルニア州を目指すとなると、数ヶ月単位になる。そして、その間にはシエラネバダ山脈と呼ばれる難所があってな。山を越えていかなきゃいけないのね。この山が難所と呼ばれたのは、冬になると道が閉ざされてしまい、また春先はまだ雪解けで足場が悪いため、雪の溶けた牡蠣の短い期間にしか踏破できなかったからだ。だが、8月に出発した一行がシエラネバダ山脈にたどり着いたのは、10月の下旬になってからのことだった。うわ、思ったより時間がかかってる。そうか、だから出発が遅すぎた、だね。冬になる前にシエラネバダ山脈を越える必要があるから、そこから逆算して出発の時期を計算する必要があったんだ。まあ、とはいえこの開拓団一行も、冬の山の恐ろしさを知らなかったわけじゃない。ただ、いくつかの計算外の要素があって、進行のペースが遅くなってしまったんだ。計算外の要素？本来、馬車を使ってアメリカを東から西に縦断する場合、期間としては4から6ヶ月ほどかかるんだが、このドナー隊は、それまで使っていた横断ルートとは別の、新しいルートの開拓に挑戦したんだよ。初めてのルートだったから、事前に計算していたよりも、実際の行軍の時間が長くなってしまったと。しかも、このルートを発見して開拓団に伝えた人物が、大層なホラフキとして有名でな。彼によれば、新たなルートは数百キロほどの近道ができる上に、野党や原住民などの襲撃のリスクも低い、省エネのルートだったんだが。だが、いざ通ってみれば大変な難所で、事前に聞いていたよりもずっと過酷な道程だったんだ。馬車で通るには巨大な岩をどけたり、急な斜面で転がり落ちないように抑えたり、草木を刈って道を作らなければいけなかった。はい先輩。結果として、彼らは想定外に体力や時間を消耗してしまった。加えて、彼らは馬車を馬だけではなく、牛にも牽引させていたんだ。だが、馬と比べると牛はそう遠くまで移動できるほどの馬力はない。馬だけにね。ええ、うるさい。で、このために足取りが重くなり、特に道中の砂漠では多大な遅延が発生した。抜ける頃には何頭もの牛や馬が死んだり脱走したりした。でも、それならなんで牛を連れて行ったの？いろいろな理由があると思う。よく言われているのは、馬よりも値段が安いってことだな。また、道中でいざとなれば非常食にもなるだろうし、開拓先で繁殖させれば人財産築けるだろう。いずれにしても、それが裏目に出てしまったってことね。で、予定が思うように進行せず、キューバは過酷な長旅で痩せ細り、原住民やアウトローに何度も襲撃され、次第に開拓団のメンバーの間に不和が生まれ、いくつもの派閥に分裂してしまうんだ。ただでさえ辛い環境だし、そりゃギスギスもするよね。互いに殺し合う事件が起きたり、病気や疲労で動けなくなった者を見捨てていくほどだってんだから、相当に精神的に追い詰められていたんだろうな。
で、そんなこんなで10月下旬に山に着いたって話だったけど、そこから山に入れば、下手したら降りる前に冬になっちゃうよね。諦めて途中で戻るって選択肢はなかったのかな。もし引き返すとなると、途中で散々苦労を強いられた砂漠をもう一度乗り越えなければならない。物資や体力が持つとも限らないし、何よりこの旅に投資した金や時間がパーだ。チリ族のも地獄だったと。それに、このシエラネバダ山脈を越えれば、カリフォルニア州は目と鼻の先だった。強引にでも雪山を突っ切った方が、砂漠を往復するよりもまだ安全、という見方もある。なるほど、破れかぶれに目的地を目指したんじゃなくて、ことここに至っては退くよりも戻る方がまだ日の目はある、と判断したんだね。出発時点では80人以上もいた開拓団は、度重なるトラブルや分裂によって、すでに60人ほどにまで減っていた。そして、10月30日、ドナー隊はシエラネバダ山脈の標高2000メートル地点、トラッキー湖畔で悪天候に見舞われて遭難することになる。フラグ回収早すぎない。進むか戻るかの難しい選択を計りにかけた上で、一か八かの強行ではあったが、とはいえ陶器の山越えが自殺行為であることに変わりはない。凄まじい勢いの吹雪によって、馬車が雪に埋まってしまったんだ。うわぁ、ついてない？馬車が動けないとなると、大量の物資をその場から動かせないということになる。つまり、馬車を置いて進むことも戻ることもできず、この雪山で足止めを食らったまま冬を越さなければいけなくなった。積んだでしょこれは。ただ幸いにして、投資のリスクは低かった。というのも、湖畔の周囲には即席の丸太小屋を建てるのに十分な材料があったからだ。あ、そうなんだ。まあそりゃ建築のノウハウがなけりゃ、開拓団なんてやってられないもんね。しかし、もう一つの問題点。食料の不足は、どうにもならなかった。あ、そっか。草木は枯れるし、動物たちも冬眠しちゃうもんね。そして、冬の寒さというのは思いのほか、体力を奪うんだ。体温を維持するためにはカロリーを消費する。立ち止まっているにもかかわらず、食料の消費は早かった。これは、嫌な予感か。11月に入った頃から、雪や嵐の勢いが増すにつれて、メンバーの絶望も深くなっていった。解体した牛馬の肉はすぐに底をつき、皮の切れ端を煮込んでゼリー状の海苔を作ったり、骨を何度も煮込んで具材のないスープを作ったりした。いよいよ限界が近いね。そして、あるものがこう提案した。誰かが犠牲になって食料になり、それを残りの全員が食べて生き残るべきだ、と。うわぁ。当然、その時点では賛否の両方の意見があった。提案がなされてから、すぐに誰が誰を食べるということもなかったんだ。当然だよな、人の肉を食べることの危機感は激しいし、それに誰だって食料役になんかなりたくない。でも、ここに至ってはもう二択だよね。人の肉を食わずに人として死ぬか、人肉を食らうという悪魔のような所用を犯しても生き続けるか、だな。ちょっと、悪魔のような所用だなんて言い過ぎじゃ。実際、当時の感覚としてはそれくらいの嫌悪感があったはずだ。とはいえ、綺麗事で空腹は膨れない。そして、12月の半ばに差し掛かった頃、最初の食人が行われた。ごくり、最初に食卓に上がったのは、低体温症からの矛盾脱衣を起こして、そのまま凍死した男だった。くしくも彼は、最初に誰かを犠牲にして、食らってでも生き延びるべき、と提案した人物でもあった。回より始めよ、の一番最悪のパターンじゃん。続いて、あまりにも激しい吹雪や空腹によって数名が死亡した。彼らの死体は肉と内臓を削ぎ落とされ、そのうちの一部は保存食として加工された。ちなみに、この人肉を振り分ける際には、生存者がかつての家族を食べてしまうことがないように配慮がなされた。人間の道徳の限界を見ている感じがする。さて、一度禁忌を犯してしまえば、二度目以降はためらう理由がない。その後、人肉を食らって生き延びてしまったために、新たな死体がなかなか生まれない状況が続いた。年が明けると、彼らのうち特に腹を空かせた者が、案内役の二人のネイティブアメリカンを殺して食べよう、と提案した。もうブレーキぶっ壊れちゃってるね。とはいえ、食人と殺人は別種の禁忌だ。一行のうち、両親の残されていた人物が、この案内役のネイティブアメリカンにこっそりと密告したため、二人はその場から逃げおおせたんだが、彼らもまた腹を空かせていたため、そう遠くない場所で動けなくなっているところを発見され、結局は射殺されてしまった。うわぁ。で、ただでさえメンバー同士で意見が割れていたところに、
この一件がきっかけとなって一行が大きく二つの派閥に分かれてしまった。すなわち、人肉食はできるだけ避けたいし、そのために進んで殺すなんてありえない、というグループと、綺麗事を言わずに生き残ることを最優先に考えて、積極的に人肉食に手を出したグループ、だね。そうだ。どちらの派閥の意見が正しかったのか、それは誰にもわからないことだな。殺人は絶対にいけないことではあるんだけれどさ、それでもこの人たちと同じ状況に置かれた時に、同じような綺麗事が言えるかって考えると、難しいところだな。さて、後者のグループは人肉を食べたことで体力をかろうじて回復し、その後に命からがらで山の向こうへとたどり着き、無事に保護された。彼らの報告によって、食べなかった方の派閥がまだ山の中に取り残されていることが明らかになり、すぐさま救助隊が編成された。お願いだから間に合って。ただ、運の悪いことに、この時にはアメリカとメキシコの間で戦争があってな。カリフォルニアで動ける成人男性は、ほとんどが戦争に動員されてしまっていたんだ。タイミング悪すぎる。それでも、彼らが寒さと飢えによって死に瀕しており、死んだ仲間を食らってすら生き残らなければならなかった、という話が広まると、住民の間でも同情の声が上がり、どうにか救助隊に当てる人手を確保することができたんだ。おう。冬のシエラネバダ山には、救助隊も並々ならぬ苦労を強いられたが、どうにか彼らは、取り残された残りの開拓団を見つけることができた。ただ、人肉を食らうことをためらって取り残されていた彼らの惨状は、ひどいものだった。うわぁ、詳しく聞くの怖いなぁ。新たに亡くなった13人の死者は、残りの生存者が埋葬する体力もなかったため、近場の雪の中に浅く埋められているだけだった。生き残った者も心身とも衰弱がひどく、怪我を負って動けなくなったり、腕返しした上に腐敗し始めている者までいた。ひぃ、あまりにも多くの人々が遭難状態にあったため、救助隊は一度に全員を連れ帰ることができなかった。そこで、ひとまず自力で山を越えられる体力がある者、だけを選別して連れ帰り、そうでない者はまだ待機してもらう、という方針を取った。え、それ大丈夫。自力で山を越えられる体力が残されていない人たちの方が危ないわけだし、そっちを先に助けた方が良いんじゃ。どうだろうな。極限の状態だったし、判断の是非を問うことは私たちにはできない。ただ、救助隊側の都合に立って意見を言うなら、救助の成功率ってもんがある。救助の成功率？ただでさえ冬のシエラネバダ山脈を、要救助者を引きずってカリフォルニアまで無事に戻れるのか、という話だ。途中で吹雪になんか見舞われてしまえば、ミイラ取りがミイラになる。まずは、より確実に助けられる命を優先したってことか。結果、先んじて救助された24名のうち、22名が無事にカリフォルニアの地を踏んだ。残りの2名は残念ながら、キロで食料が尽きたことや、峠越えに予想外の体力を奪われたことなどが原因で、帰りの道中で命を落とした。そして、トラッキー湖畔に残された32名だったが、ごくり、救助隊の第二陣が向かうと、そこには新たに解体された死体が横たわっていた。さらには、栄養失調でほとんど失明しているもの、足を怪我して身動きが取れなくなっているもの。考えたくなかったけど、そりゃ状況は最悪だよね。ただでさえ、山越えする体力が残されていない人たちが、そのまま取り残されていたんだから。さて、救助隊の第二陣も残された全員を連れて降りることはできず、山の中には少数の生存者が引き続き取り残された。だが、この少数の生存者の中に、とある危険人物が潜んでいることは、誰も知る由もなかった。え、ここに来てまさかのサスペンス。その男の名は、ルイス・キースバーグ。彼には、人肉を食らうために積極的に人を殺したのではないか、という疑いがかかっている。どういうこと？例えば、こんな出来事があった。キースバーグがある晩、当時4歳の子供を自分の隣に寝かせることがあった。そして夜が明けると、その男の子は亡くなっていたんだ。え？殺した、ってこと？誰もがそれを疑ったが、キースバーグは起きたら死んでいた、の一点張り。目撃証言もなく、彼が手をかけたかどうかは不明のままだ。状況としては白にも黒にも取れるけど。そして、死んだ子供を逆さに吊るした彼は、ナイフを手に取ってこう言ったという。さ、早く食べようぜ、とな。全言撤回、おまわりさんこいつです。また、キースバーグは最後まで山に残り続けた唯一の生存者だったんだが、
最後となる4度目の救助隊が怪しく思って小屋を調べると、そこには鍋で煮込まれているたっぷりの人肉と、救助隊が残していった手つかずの食料があった。どういうこと？つまり、キースバーグは救助隊の食料があるにもかかわらず、進んで人肉を食べていたということだ。そして、彼以外の生存者はすべて、その胃袋の中に収まったんだろう。うわ、ゾッとした。また、実はこのキースバーグだが、最初の時点で自力で山を降りられる体力があったのにもかかわらず、進んで山に残った、と言われている。本人の言い分としては、他のメンバーを山の中に残していくのが心配だから、とのことだったが。こう見ると、弱って死んだ人間を食べるために山に残っていたようにも見えるよね。それどころか、進んで殺した可能性だって。だが、目撃者も遺体も何もかも残っていない。本当は何があったのか、知るのはキースバーグただ一人だ。さて、ともあれこの遭難事件の顛末としては、最終的に生き残ったのが87人中48人ということになった。無事に下山できた者の中にも、一生ものの傷やトラウマを負った者は少なくない。大切な家族を失ったり、死ぬような恐ろしい目に遭った記憶は簡単には言えないもんね。特に、ルイス・キースバーグに我が子を喰らわれた父親は、次にカリフォルニアで見かけたら必ず殺す、と誓いを立てるほど、深い悲しみと怒りに囚われた。一方のキースバーグだが、逆に自分が子供を殺して食べたという噂を流した救助隊員を起訴している。あくまで無実を訴えていると。そうだな、メディアによっても彼の無実を支持する内容もあるくらいだ。ただ、この遭難と人肉食に関する一連の事件、そしてキースバーグの凶行をあたかも真実のように描いた記事や作品が、数多く後世に広まってしまってな。周囲の人間にも忌み嫌われ、晩年はかなり惨めな思いをしたとのことだ。まあ、仲間の子供が死んで第一声が、さあ、食べようぜ、なんて言っちゃう人間、殺人が無実でも批判されて叱るべきだとは思うけどね。ともあれ、かなり話が長くなってしまったので、今回の動画はもうこの辺で締めておこうかな。今年の夏休みは旅行に行こうと思ってたのに暑すぎて行けなかったわ。それは残念だな。来年は海で泳いだりしたらどうだ。海は嫌よ、私泳げないから溺れそうだわ。山なら溺れる心配もないし暑さもしのげそうだから行きたいわ。夏の山なら白馬岳がおすすめだぜ。そうなの、名前もなんかかっこいいし、行ってみたいわね。まあ、ここは死亡事故も多いところだから、気をつけてな。死亡事故？というわけで今回は、2012年の白馬岳大量遭難事故、について解説するぜ。そもそも、白馬岳ってどんな山なの？白馬岳は、飛騨山脈北部の、後ろ立山連峰という飛騨山脈の内黒部川の東側に連なる山々の一つだぜ。標高は2932メートルで、長野県と富山県にまたがる山なんだ。あの飛騨山脈の山なのね。山の傾斜も方角によって大きく違っていて、非対称な形をしている特徴的な見た目を持っているぜ。あれ、でも、日本にはいろんな山があると思うけど、夏の旅行はなんでこの白馬岳がおすすめなの？白馬岳には白馬大雪渓があるんだ。白馬大雪渓は日本三大雪渓として有名なんだぜ。大雪渓、何それ？雪渓というのは、冬の間に膨大な積雪と周囲の山塊からの雪崩で積もった雪が夏にも局所的に残っているのが見られる場所のことなんだ。おう、夏に見る雪ってめちゃくちゃテンション上がるじゃない。しかも、白馬岳の雪渓の上部には夏の間、日本有数の高山植物の花畑が広がっていて、日本百名山、花の百名山にも選定されているぜ。ますます、行きたくなってきたわ。しかも、近くの山の中腹には温泉がいくつかある。雪渓、花畑、いわば、山の温泉、いろいろ楽しめる要素が詰まっているんだ。だから、夏季にはたくさんの登山者が訪れて混雑するくらいなんだぜ。本当に魅力的な山だってことがわかったわ。まだまだ魅力はあって、山頂の下には白馬山荘があるんだ。これは、日本最大の収容人数を誇る山小屋なんだぜ。すごいわ、まるでホテルみたいね。ああ、ホテルや旅館並みの施設になっているぜ。交通の便も比較的良いからとても旅行に訪れるのに最適な場所なんだ。ただ、夏の間、登山者のほとんどが大雪渓を経由して登るから特に、夏休み期間中は大雪渓の上は長蛇の列となることが多い。
ちなみに、山や絶景の名称と高山植物の名称以外は白馬じゃなくて、白馬と読むのが正式だからな。へぇ、同じ漢字でも読み方が違うのね。というか、混雑くらいこの山の魅力に比べたら全く問題ないわ。ああ、早く行きたくなってきたわ。それと、設計上は数年ごとに落石事故で死傷者が出ているから、注意した方がいいぜ。急に怖い話になったんだけど、こんな綺麗な景色を見ていたら、落石にも気づかなそうだわ。でも、冒頭で言ってた2012年の白馬岳大量遭難事故、って落石事故ではなさそうだけど、遭難って言ってるし、今日はなかなか勘がいいな。そうなんだ、この事故は落石事故じゃなくて、登山中の6人が低体温症で死亡した山岳遭難事故なんだぜ。真冬の白馬岳に登ったってことなのかしら？いや、事故が起きたのは5月なんだ。5月って、遭難するほど寒かったり雪が降ったりするものなの。それじゃあ、この事故の経緯やその内容を解説してくぜ。この事故が起きたのは2012年5月4日。事故に遭った登山メンバーは北九州市から来ていた63歳から78歳の男性医師の6人。この6人は事故前日、津ヶ池高原スキー場からゴンドラリフトを利用して入山した後、津ヶ池ヒュッテに一泊していたんだ。津ヶ池ヒュッテ、どこかの宿泊施設かしら？津ヶ池ヒュッテは、標高1860メートルの場所にある宿で、白馬岳の登山のベースキャンプとして利用されている宿泊施設なんだぜ。そして、5月4日の登山計画は、津ヶ池ヒュッテから白馬岳を登って、山頂にある白馬山荘に宿泊する予定だったんだ。時期は夏季から少しずれるけど、一般的な登山観光客って感じね。そうだぜ。この6人は5月4日の午前5時頃津ヶ池ヒュッテを出発。この時の天候は風はなく晴天で、汗ばむほどの気温だったんだ。最高の登山日和じゃない。ところが、午後になってから天候が急変して、みぞれ混じりの強風が吹き始めた。山頂と山頂をつなぐ尾根では氷点下2度まで下がっていて、風は風速20メートル以上の強風が吹き続けていたぜ。急変しすぎでしょ。午前は無風の晴天で午後はほぼ吹雪じゃない。そんな天候の中、午後1時頃に6人は単独の登山客とすれ違っていて、さらに、午後1時半頃には10人パーティーの登山客とすれ違っていて、それぞれ目撃されているんだ。この時はまだ無事だったわけね。ただ、すれ違った登山客の中に、6人が、先生、どうしましょうか、と相談しているところを聞いている人がいたんだ。ちょっと不穏な空気がしてきたわ。そして、どんどん時間は過ぎて午後5時40分頃、こまめに連絡を取っていた6人の家族が異変を感じて、飛騨山脈、白馬岳を登山中の6人パーティーと連絡がつかない、という届け出が警察署に出されたんだ。ご高齢だし、家族も心配するわよね。届け出を受けた警察署の署員は、6人の携帯電話に電話をかけてみたところ、6人中5人には繋がらず、1人は呼び出し音はするものの応答がなかったんだ。さらに雲行きが怪しくなったわ。翌日の5月5日午前5時40分頃、長野県警は捜索ヘリを出発させて現場に向かったんだが、現場付近には雲がかかっていて、風も相当な強さだったことから接近することができずに帰投したんだ。届け出から12時間くらい経っているし、救助も行えないし、かなり厳しいわね。そして、午前8時頃になって、現場から1キロの付近を通りかかった登山者が倒れている6人の登山者を発見。白馬山荘を通じて警察に通報した20分後に、天候が回復したことを確認した長野県警は捜索ヘリを再度現場に向かわせたところ、別の事故で山から滑落していた登山者を発見してその人を救助した後に再び現場に戻ったんだ。いろいろなことが重なりすぎてどんどん救助が遅れるわね。そこから約1時間後、長野県警の捜索ヘリが通報のあった場所で6人が倒れているのを発見。6人中5人は1箇所に集まっていて、もう1人はその場所から滑落したらしく、100メートル下で倒れていたんだ。やっと発見できたの。6人の遭難者の体の一部は厚さ10センチほどの氷に覆われて氷付けになっていて、地面に張り付いていたんだ。だから、救助も体を傷つけないようにピッケルで氷を割ってヘリコプターに収容した。そのことから、事故当時の天候は普通の吹雪のようなものじゃなくて、水に近い雪が混じった猛烈な風だったことがよくわかるんだ。救助がかなり遅れたくらいだから、相当天候が悪かったのね。その遺体も1階では搬送できないため、3階に分けて搬送されたんだ。
搬送後、6人の死因は低体温症ということが分かった。この6人以外にも事故が起きていたみたいだし、そんなにこの日の白馬だけはやばかったの。事故が起きた夕方頃の後立山連峰は天候がかなり荒れていたらしいんだ。後立山連峰って冒頭で言ってた、白馬だけを含む山々のことよね。そうだぜ。同じく後立山連峰の爺ヶ岳では、6人の遭難事故と同じ頃に1人の女性登山客から山荘のオーナーに電話をしていて、その内容が何度もかけて、やっと繋がった、と言った後に、吹雪で何も見えない、ということだったんだ。近くの山でも同じような状況にあったのね。下山したのかしら。女性とオーナーは電話の回線が悪く、繋がっては少し喋ってキレのやり取りを繰り返していて、女性は吹雪の影響もあって、自分の居場所をうまく伝えることができずにいた。しかも、女性は救助や助けを求める類の言葉を言わずにいて、オーナーには諦めてぼちぼち下ります、と伝えていて、焦った様子や切迫感は感じられなかったらしいんだ。ただ、下っている時も自分の居場所がよくわかっていない女性はたびたびオーナーに電話をかけていて、最後まで救助は求めなかったものの、携帯の充電がもうないと言ったのを最後に電話がかかってこなくなった。また雲行きが怪しいけど、その女性は大丈夫だったの。オーナーもさすがに焦って警察に連絡したんだ。ただ警察の救助が早く行えない様子だったことから、警察の許可を得て1人で捜索に向かったんだぜ。でも、目も開けられない猛吹雪で2時間ほど捜索したものの諦めて下山したんだ。翌日に他の登山客に発見される形で救助されたものの、すでに亡くなっていて、死因は同じ低体温症だった。この日は本当に天候が荒れていたってことなのね。この事故の原因はひどすぎる天候よね。確かに、それは間違いじゃない。6人は全員医師で、低体温症の知識は当然持っていたと思われるが、天候の急変や猛吹雪にさらされ続けたことによって低体温症の症状が急速に進行して判断力が低下していたとも考えられているんだ。氷点下2度だし、何も見えない状況だし、高齢なのもあるから相当辛かったわよね。ただ、山の天候が崩れやすいのは登山をする者としては知っておく必要があったんだぜ。その日の山の天候も午後から荒れることが予報されていて、6人が出発した津ヶ池ヒュッテによると、その6人以外にも白馬岳に別の1組が登っていたものの途中下山の判断をして戻ってきていて、他の宿泊客も宿泊自体をキャンセルするように急変する天候に対して安全な対処をとっていたんだぜ。確かに、もっと安全に配慮する必要はあったかもしれないわ。もちろん、天候の影響がかなり大きいんだがな。事故の経緯を説明するときに行った6人を目撃した単独の登山客は、その6人を追い越して先に白馬山荘に到着していて、山荘のスタッフに対してみぞれ混じりの強烈な向かい風に見舞われた、と告げているんだぜ。同じ日に同じルートで登っても大丈夫だった人もいるのね。でも、引き返した人もいて、無事に津ヶ池ヒュッテに到着しているのよね。じゃあ、6人は無理やり津ヶ池ヒュッテに登ったってこと？それは違うんだ。白馬山荘に到着するにも、津ヶ池ヒュッテに戻るにも同じくらいの時間がかかってしまう中間地点にいて、どっちを選択しても無事だったとは言い難いんだ。そして、天候の荒れ具合がピークに達して本当にまずいと思った時には低体温症の症状が出てしまい、正常な判断を下せる状況下にはなかったんだ。5月だし、当日の午前中は晴天で少し暑いくらいだったから、防寒具とかは準備していなかったわよね。いや、準備はしっかりしていて防寒装備やそれに伴う準備もしっかりしていたんだ。ただ、テントのようなものの準備や風をしのぐ対策を取ろうとしてはいたものの、雪の状態が良くなかったことなどがそういった対策を取らせなかったんだ。それと、さっき言った低体温症の症状で判断が鈍り、防寒装備の使用タイミングを誤ってしまったことも事故の原因なんだ。事前の準備や知識があっても、遭難してしまったってことね。本当に自然って恐ろしいわね。そうなんだ。だから、少しでも危険や異変を感じたら無理せず、その場所に立ち寄らないことが一番の安全対策なんだ。油断していたわけじゃないと思うけど、より一層の警戒が大切ってわかったわ。というわけで今回はここまで。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい、っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。
ご視聴いただきありがとうございました。